ミシンで縫う前にしつけ縫いをしましょう。まず縫うところを待ち針で留めます。待ち針は縫う線に直角になるように留めていきます。玉留めをしたら実際に縫うところから1センチほど開けて一針縫います。同じところに針を入れてまた針を出してもう一針縫います。こうすると端がしっかりと留まります。そこから 3,4 センチ開けます。そして針を表から入れて1センチほどは向こう側から針を表に出します。針を抜いたら糸のところをしっかりと握ってから引っ張ります。こうすると糸が抜けません。針は表から入れて表に出します。 3,4 センチ飛ばして表から入れて表に出す。これを繰り返します。端まで行ったら最後はもう一度同じところを表から入れて表に出して縫います。そしてもう玉留めはいりません。 1,2 センチ残して糸を切るだけでしっかり留まっています。これでしつけの出来上がりです。ミシン縫いが終わったらしつけ糸を取り外しましょう。